みんな、アンチビスマルクライフル開発者のミレイム、レムシニコフだよ。アンチマテリアルライフルならまだしもビスマルク撃破するとかどんな狙撃銃開発してんだよ。戦艦ビスマルクの原則装甲は320ミリだから、私の開発したライフルなら230隻は貫けるわね。キモすぎ。射程は 3350km、ゼロ戦かな。弾速は 500km/秒、東京から岡山までをわずか1秒で移動する弾丸らしい。さらに狙撃銃でありながらセミ、フル切り返し機、3点バーストも可能よ。狙撃銃とは、特にフルオート時の連射速度が売りで、毎秒9万、2000発の弾丸を打ち出すよ。使用数終了のお知らせ。そして狙撃銃の売りがファイアレートの高さとはこれ以下に。ビスマルク撃沈させたの実は私の開発したライフルだったりする。マジかよ。ナイジェリアから狙撃したんだけどソードフィッシュが邪魔で狙いにくかったわ。狙撃スポットが射程ギリギリで草。てか3000キロ先を狙えるスコープが気になる。地平線と水平線を投資できる機能もあるからね。気になるお値段は、税込み240円。安すぎてなわけで機体紹介。マッキー C202EC、愛称は、タラコスパゲッティ。おい。愛称は、フォルゴーレ。日本語で稲妻を意味するね。かっこいいな。ただ、EC がつく本気もフォルゴーレと呼んでいいのかはなぞ。調べとけや。マッキーは第二次大戦中の航空機の中では極めて小型な部類で、以前私がゼロ戦は大きめな部類と言ったのもこの手の機体があるから。なるほどな。この機体は通常の C202 と違い、翼内の 7.7 ミリを撤去し、MG151 を2門装備しているよ。火力が凄まじいざます。そしてこのモデルにはこの機体サイズが災いした残念なことがあります。それは一体何でしょうか。翼内に MG151 を収容できるだけのスペースがありません。となると、翼の下にポコッとオーバーしちゃってます。なんかかわいい。次に機体の特徴をサクッと説明。長所としては MG151 による大火力、そして装弾数が多いため継戦能力が高いよ。火力があって弾持ちいいのか、素晴らしいな。そしてその素晴らしさを全てぶち壊すかのような弱点無双があるよ。え、弱点1、MG151 を吊り下げるように装備したことから機体性能が低下しています。格闘戦とかまず無理です。得意の速度帯とかそういう次元じゃないです。一撃離脱に徹してください。さもなくば死にます。なんで敬語なんだ。弱点2、ドイツもびっくり爆熱エンジン。そんなにか。ことあるごとにオーバーヒートと出てくるよ。大変そうだ。あと言い忘れてた長所が一つあったわ。お、なんだなんだ。フラップが結構しっかりしてるのよね。時速400キロくらいでも耐えてくれるのよ。お、ただしロールが途中で回転しなくなりますぜ。それ結構厄介じゃね。では戦場へ。弾薬ベルトは空中目標。マップは丸太島ね。こいつの立ち回りは、行動取って一撃離脱でいいんじゃね。適当だ。味方には、ドイツ、イタリア、日本の数十国ファミリーを参加者となっております。ドイツ機ってなんか強いイメージしかない。AB とかだとドイツ機乗ってる人多く感じるわよね。やっぱ、強いからかな。少し前までは、みんなスピットに乗ってたわよ。そうなのか。わかんないけどね、あくまでウプ主が WT を始めて間もない頃はそんな印象だったわ。こいつは高度が命なんだろ。そうだよ。上昇性能はどうなんだ。毎秒 13.4m。微妙だ。MG151 を下ろすか。それはやめろ。早速冷却水がオーバーヒートしたなり。これはひどい。ちなみにウプ主はこの時、気にせず WAP を立ち続けていたよ。前方にミッチェル発見。だからこいつはミッチェルだって。この大口径ファスタメン射出機の性能をとくと堪能するがいいわ。いや、MG151 からファスタメンは出ねえし、その機関砲はドイツ製だから。もしかしたらライセンス生産かもしれんぞい。ライセンス生産でファスタメン射出機に改造されてたら大問題だよ。どうか言ってる間に究極の美を追求した撃墜をしてしまったぜ。小学生でもわかる自画自賛の図である。B25 を追いかけようか。後方の戦闘機群を相手しようか悩んでるさなか。トラブルはおっちゃ。オーバーヒートでエンジンやられたぞマス。知ってた。確かエンジンの出力が半分くらいに低下するんだっけ。確か、いつかのライブ中にボーアの方が教えてくれたな。オレンジで出力半分以下だったっけ。記憶力が足りないため、そこのところが曖昧なのがうちの霊夢の特徴である。どちらにせよ、この出力じゃ戦闘は厳しいわね。一旦修理に戻るか。開始して間もない上に弾丸もたくさんあるけどね。それでもエンジンを壊したからには戻らないといかんぜ。修理完了で再び離陸。姿勢雷電だな。さっき着陸するとき減速しようと打った機関砲の弾がこの雷電に当たりそうで焦った。当たったらマジ戦犯だぞお前。とりあえず定型軍で、すみません、許してください、何でもしますから。って送っといたわ。定型軍が野獣とかしてて草。さっきの姿勢雷電とは気が合いそうだ。何かのフラグかな。前方からめっちゃ炎上してるナチボルが来たぞ。ツイッターにスーパーの冷凍庫で横になる写真でも投稿したか。そっちの炎上じゃねえよ。てかダメージが結構深刻そう。翼の根元が爆散したぞ。うわお。合唱。とりあえず、飛行場周辺の敵をやろうぜ。そうね、さっきの姿勢ライデンも一緒に戦ってくれるぜ。ありがたやー。てかさすがライデンね、私たちより後に離陸してもうあの高度よ。正気のような OP 集がする。3-2型ピンチじゃない？助けてやりたいが距離があるな。
ライデンのプレイヤーさんが3人型に避難を呼びかけてるわね。カム3人、実にシンプルだ。こっちに近づけば早く交戦できると思ってのことだったけど、間に合わなかったな。ウプ主も思わず、おう、と発言しちゃったわ。なぜ大文字だったのか。キャップスロックかけっぱでした。さ、踊れ、連合国名、2対1で冷戦をリンチしおって、この、タラコスパゲッティが成敗してくれるわ。めっちゃ弱そう。P63 よ、食らうがいい。究極の一撃離脱を。やっぱら5にしよ。石が秒単位で変わってて、さ。くらえ、乾燥パスタ麺。パスタ麺で撃墜された敵さんかわいそすぎる。やばい、P63 来てる。一撃加えられたのはいいけど離脱できるか不安。一撃離脱が徹底できないダメな例です。てか距離詰めてきてね。ほんとだ、ライデン様、助けてください、お願いします。死にたくないです。敵がライデンに目標を変えたぜ。よくやったライデンよ。褒めて使わす。態度が急変しとるだな。そして安定の冷却水オーバーヒート。今度はちゃんと意識するんだぜ。わかってるわかってる。それじゃあ、一撃離脱するわよ。どうやらライデンとヘッドオンしてるみたいだ。なら積極的に撃つか。ってこっちに向かってくんなし。焦って外したわ。普通にクソエイムなのはみんな知ってるぜ。しょぼん。格闘戦はあまりしたくはないけど、500キロ以上速度があるなら少しは試してみたい。嫌な予感しかしねえ。縦旋回で敵に向くわ。なぜ一番エネルギーを使う軌道を選んだのか。そしてヘッドオン。ぶつかるぶつかる。まだまだー。で、アップね。バカだろお前、どんだけ死にたいんだよ。スリルを求めて何が悪い。求めてない敵まで巻き込むから言ってんだよ。お、ライデンがかなりダメージを与えてるわ。ナイス。それ以上に後ろから向かってきてる B25 が気になるんだが。ほんとね、本日2機目のミッチョレをやりに行きますか。だからミッチェルだって。B63 撃墜、ナイス姿勢ライデン。これヘッドオンじゃね。爆撃機だしいけるっしょ。バカ、B25 は機種に5、6門の M2 ブローニングを備えてるだろうが。いてて、被弾したわ。言わんこっちゃない。ライデンに続いて B25 を追撃するわ。よいしょだからなぜ縦旋回をするんだ。スリル、黙れよ、これは戦闘なんだよ。味方と勝利を勝ち取るのが必死のゲームなの。わかる。わかんない。残念だ。行動を取りながら B25 を追跡中。下の方で果敢に攻めていた姿勢ライデンは弾切れを起こし補給に戻ったぜ。つまり前線で戦える戦闘機は私だけね。B25 の他に敵戦闘機を2機確認。こっちめっちゃ不利やんけ。だがしかし、そんな状況さえも打破する力が私にはある。あーはいはいそうですね。乾いた反応で流された。まずは LA5 との戦闘だな。コードリュウイが取れていないから結構ピンチだったりするのよねー。ほんとにまずくないかこれ。被弾不可避。もっと早く回避軌道に入ってればよかったのにな。格闘戦はしたくないけど仕方なし。相手の技量が自分より低いならば、この機体でも互角にやり合えるかも。ウプ主より下手な人なんておらんです。それもそうか。むむー、格闘性能の差を感じる。まあ、事実こっちの方が不利だぜ。射撃チャンスはないものか。てか補給に戻ったライデンを VD が狙ってるぞ。でも対空砲に食われちゃったわね。工場に近づくのは本当に危険。いつになったら攻撃チャンス来るのかしら。攻撃以前に回避できるかが不安だぜ。待って、これ機種上げれるわ。思いのほか早く来たな。攻撃チャンス逃したけどおそらく追撃できるわ。敵さんの軌道が単純であればな。よし、単純だ。結構まっすぐに飛行してるわ。あとはひたすら追尾して攻撃だな。待って、下に逃げた。大丈夫だ、ここは味方の陣地ない。艦艇からの対空支援があるぜ。ありがたいわ。いいところにミチェルがいるわ。イタリア風に言うな、ミッチェルだ。てかそれイタリア風なのか。目標を B25 に変更するわね。右主翼破壊を確認。さらにクリティカルで燃やしたな。あの B25 は時期に落ちるわね。目標をR5に戻すぜ。ものすごい対空砲火にさらされてたわね。 B25 の撃墜を確認。よし、適当に MG151 撒き散らしてたら弾が切れた。何やってんだか。補給しようか悩むわ。 12.7mm が300発あるから追撃続行でいいんじゃないか。でも距離をどんどん離されてるし、一旦戻るふりして敵が反転したらこちらも再び向き直ろうかしら。ってわけで反転。早速反転してきたな。ではこちらも下に向かって速度を稼ぎながら反転。これは敵も焦るだろわらわら。諦めたと思って反転したらすぐさま向き直ってくるとかある種のホラーよね。またしてもヘッドオンか。MG151 がない状態でのヘッドオンは心細いわ。案の定仕留めきれない。この次はどうするんだ。ライデンの援護が来るまで格闘戦に持ち込んで、ライデンが来たらすぐさま補給に戻る作戦。味方に頼らざるを得ない事態であることは分かった。こんな緊急時でもしっかりとエンジンはオーバーヒートするんですね。ふざけんな。
まだライデンとの距離は12キロあるぞ。持ちこたえれるか。結構きついっす。今となっては MG151 が完全に邪魔でしかない。なんで弾の出ない機関砲ごときにこんな苦しめられているのか。ガンポットもそうだが、使い終わったらボロッと外せるようにしてほしい。造装があるならガンポットもそうしたい。まあ、造装とガンポでわけが違うがな。普通科のロケットブースターを見習おうぜ。あれはあれで足をしまえなくて困るぜ。確実にダメージを蓄積しているわ。おい、速度が200キロ台だぞ。これじゃあ空戦起動は愚か回避運動も取れないぜ。こういう時ってどうすればいいんだっけ。ん、あ、そうだ。霊夢、セイバーの時を思い出せ。セイバー、あ。おい、高体力でその速度は。ん、ほとんどの空戦起動ができない。かなり危険な状態よ。次の攻撃をどう避ける。何かしらの回避運動を取りたいけど、それにはもっと速度を出さないと。来るぞ。相手後ろに着かせるわ。え、バカかお前。そんなことしたらすぐに落とされると。速度は600キロ半ば。おそらく向こうは800は出てるな。何をする気だ。初歩的な技、オーバーシュート。今回エアブレーキなしでこのままの速度差を利用して追い越させるよ。よし、もうすぐに貸すわよ。だぞ。機種を向けて。ファイヤークリティカル入ったな。左主翼破損を確認。バランスを崩した。勝ったわね。そうか、オーバーシュート。そうだぜ。機体や条件は違うが、速度が遅いという意味ではいけるはずなんだぜ。あともう少し、粘り強く行こうぜ。むむむむ。よし来た。これは、いけるか。そういや、普通に外してて草。もういいや、失速怖いし諦めよ。30秒以上にわたって過去動画引っ張ってきておきながらすんなり諦める。ヘタレ実況者の鏡。うん、ありがとう。死ね。ライデンとの距離、まだ6キロ以上あるの。だいぶ遠いな。もうこっちは死にそうなんだぜ。機体もボコボコで、エンジンは安定の爆熱。その上、火力はゴミうんこ。うわ仕方ない。最終手段としてライデンの方向に逃げよう。さっきの3、2型のポジションになっとるがな。全力で逃げましたんず。敵に背を向け逃げるとさえ、つまらんギャグを発するその姿勢、嫌いじゃないぜ。は？なんで冷めた反応なんだよ。ひどすぎんだろ。よし、なんとか巻いた。ついにライデンの援護がやってきたな。感謝だぜ。敵がライデンと戦ってる間に補給しようかとも思ったけど、あたす、戦う騙したんず。は？つまんな。それな、便乗された。2対1だし、ライデンの戦闘を少しでも有利に進めたいしね。でも残弾以上にダメージがすごくないか。相当な性能差が生まれてるぜ。そうだね。だからライデンとの戦闘に横槍を入れるスタイルになりそう。ライデンの邪魔にならないようにするんだぜ。それもそうね。こんな長所を失った低火力ドン十太郎は邪魔になりやすいものね。すごい名前だこと。確かに機動性も速度も火力も最低クラスではあるが、でも有利なポイントとして艦艇からの対空砲火があるってことだね。対空砲火の中で液体に押し入られてる敵さんかわいそす。行動を取って一撃離脱を仕掛けようとする途中、姿勢ライデンがやってくれたんだぜ。撃墜判定はなぜか私だけど。まあ、長い間ら5とは戦ってたからな。撃墜はありがたくいただいておくぜ。この姿勢ライデンには感謝しないとね。ありがとう。ここで思ってもなかったことが起きた。お疲れ。まさかの日本人。あ、今気づいたがクランに JPN が入ってたんだぜ。うく主もこの時まさかの日本人で驚いてたぜ。なぜジャパン表記に気づかなかったのだろうか。よよよ、用心さん。その上まさかの私のことを知っていたとは。リスナーさんかしらね。嬉しいわ。バトルトロフィー&結果発表だにょん。指令、なんでもや、おゲット。結果は4機撃墜の1位ね。やったわ。まあ、本来はこういう試合を動画化するのが普通なんだけどな。でも今回の戦果はあの姿勢ライデンあってのものよね。そうだな。常に数優位かつ、ピンチの時は姿勢ライデンが時間を稼いでくれたな。って、気が合うっていう発言はこれのフラグだったか。そうだぜ。ネタバレっぽかったが、まあ自然にやってのけたな。そしてこのいい感じの戦果に加え、嬉しいことがもう一つあったわね。そうだな。チャンネル登録者5000人突破ありがとう。おお、5000人だー。今年中に行ければいいな程度に思っていたけど、まさかの7月中に達成とは。そして5000人突破時に上げられていた動画といえば、まさかの階段朗読。方向性が迷走しとるやないですか。そんなことはないよ。修正しまくった結果、ストーリーに矛盾点が多々ある階段だって。ちゃんと段取りを踏んで計画通りに投稿しているんだから。いろいろと。おい、5000人記念動画は撮影が難航していて、もうしばらくかかりそうね。そうなのか。我が師匠様にヘルプのメールを送らねば。師匠を頼るって何をするのだろう。話を戻して、登録者5000人
任ありがとうございます。次は1万人を目指して頑張っていきたいと思います。タング、こんなつまらんこと言ってる奴が1万人いけるものだろうか。流行らせようぜ。やめとけ。そのためにもこのチャンネルを広めてくれると助かるわね。うぷ主が未だにツイッターを始めていないという事実。よって、心優しい皆様方、ツイッター等で拡散してください。いやいや、さすがにそれは視聴者さんに甘えすぎだって、動画の内容で勝負しろよ。しょぼん、でも1万人って結構難しいんじゃないか。WT 自体結構人が限られるジャンルだからな。そうねー、そんな中での1万人は容易なことではないわ。それまで活動を継続するのが今できる最大の努力かもしれないわね。って感じで引き続き頑張っていきます。応援&チャンネル拡散よろしくね。まだ言ってるのか。それでは、ご視聴ありがとうございました。